小型の核弾頭であり、重量は50ポンドほどである。開発は、ロスアラモス国立研究所で行われ、1961年から1962年にかけて400発が生産された。1971年頃まで部隊配備されていた。これは、戦術目的で用いる核兵器であり、小型で過半性が高く、 発射部隊や味方を爆発被害に巻き込まないように爆発威力を低く抑えることを目的として開発された。1957年頃から低核出力の核実験が繰り返されたが威力が100キロトンオーバーになるなど低く抑えることは難しかった。実験を繰り返し1961年までには核爆発を低威力に抑えることに成功した。 W54 自身は1962年に2回の核実験が行われ、22トンと18トンの核出力を記録している。W54 はプルトニウムを用いたインプロージョン方式の核分裂弾頭であり、サイズは直径27センチメートル、長さ40センチメートル。核出力は10から250トン。後の W72 核弾頭は、 W54 を再使用、再設計したものである。2019年5月、アメリカのジャーナリスト、アニー・ジェイコブセンが、奇襲し殺しき LCIA のパラミリタリー陸軍と、工作員と暗殺者を出版。1960年代、沖縄県ギノザ村のキャンプ・ハーディが、米陸軍特殊部隊グリーン、ライトチームによる、 W54 サドムの極秘訓練拠点だったことを証言で明らかにしている。米国国防総省が1999年に公開したリストによると、デイビークロケット地対空ミサイルは1964年4月から1968年12月まで沖縄に配備されていたとある。デイビークロケットは射程距離が最短でわずかにキロメートル発射した兵士や、 周辺の土地も被爆が避けられないものだった。ありがとうございます。